バイクの燃料タンクのエンブレムが電で,で、ライセンス生産したルローヌ QC、カンダ、交通博物館、ノーム・エローヌは、フランスの主要な航空機エンジン、オートバイメーカーである。1915年に、ノームとルローヌが合併して、ノーム・エローヌが成立した。1914年から1918年の間、同社は星型9機等110馬力のデルタ、およびルローヌといった、航空機を ロータリーエンジンを約2万5000機生産した。その他に約7万5000機が各国でライセンス生産され、第一次世界大戦前半において対立する両陣営の多くの飛行機に使用された。戦艦機にブリストルジュピターを原型とする新たなシリーズの設計を行ったが、それは千張気球の優れたエンジンミストラルメジャーとなり、やはり各国でライセンス生産され、 第二次世界大戦中に世界で使用された。ナチスドイツのフランス侵攻によって、同社の工場はドイツ軍に接収され、ドイツ国内で適したエンジンが見つからずに、量産できずにいた HS129-24M が採用された。1949年、スネクマの一部門として国有化されたが、ブランドはオートバイの製造会社に引き継がれて生き残った。 東京ガス電機工業が陸軍の指示により、ルローヌ QC とルローヌ QJ のライセンス生産を行っており、それぞれロシ式80馬力発動機、ロシ式120馬力発動機として生産され、陸海軍各機に搭載されている。ロシ式とは、ローヌ式の E。ノームへローヌタイプ 10750cc 第一次大戦終結による、 軍事関係の需要縮小に伴い経営の多角化が行われたが、その一つがオートバイ生産である。英国の ABC モーターサイクルから製造ライセンスを購入し、その性能の向上に努め、1923年には自社設計による2行ほど 175cc のタイプ E、4行ほど側弁式 500cc のタイプ B、C の販売を開始した。 その後大統領系護対応のバイクを納入するなど発展を続けるが第二次大戦もスネクマに合併されその一部門としてブランド名は残ったものの1959年にバイク生産を終了した。ありがとうございます。